クルトフランツクルトフーベルトフランツは、ドイツの政党国家社会主義ドイツ労働者党の、親英隊の将校。ラインハルト作戦によって建設された3、大絶滅収容所の一つ、トレブリンカ強制収容所の所長をしていた人物。最終階級は、親英隊将尉、デュッセルドルフ出身。商人であった父親を幼い時に亡くした。 経験なカトリック信者であった母親の再婚相手が国家主義思想の持ち主でクルト少年の思想に大きな影響を与えた。デュッセルドルフの小学校を出た後、1929年からレストランで料理人として働くようになった。1932年にナチス党員となり、1935年にドイツ国防軍陸軍に徴兵され、 砲平連隊で料理人として勤務した。しかし、平役途中の1937年には、新衛隊に入隊した。独路部隊に配属され、ブーヘンバルと強制収容所の料理人と監視になった。1939年からは、T4 作戦に動員されている。1940年に結婚をした。1942年4月に、新衛隊総長に昇進するとともに、 ベオジェツ強制収容所へ配属された。1942年8月にトレブリンカ強制収容所に配属され、フランツ・シュタングル所長の下で副所長となった。彼は囚人の受け入れや囚人を脱衣所からガス室まで移動させる業務の責任者であった。同眼であったことから囚人たちからは楽と呼ばれていた。1943年6月に新英大将位に昇進。 さらに1943年8月からトレブリンカが閉鎖される11月までにかけて所長を務めた。彼は馬に乗って見回りをし、訓練したセントバーナードやバリーなどの犬を囚人に消しかけた。髭を生やした囚人を見つけると神を信じているのかと質問し、はいと答えるとワインボトルを手に持たせてもし神がいるならワインボトルが割れ。 神がいないならお前が死ねと言ってその囚人を射殺した。また、自ら作詞囚人の音楽家に作曲させたトレブリンカの歌を囚人たちに歌わせた。こうした激しいサディズム性を発揮して収容所で最も恐れられた。1943年8月2日、フランツがドイツ人 SS 単位やウクライナ人監視を多数連れてブク川に水泳に行っている日木に、 囚人たちの反乱が起き、約1000人の囚人のうち、約600人が脱走するという事件が発生した。脱走者の多くは射殺されるか逮捕された。この事件を契機に、トレブリンカ強制収容所は閉鎖されることになった。フランツの指揮の下、悪臭の下である死体を念入りに、最小客この作業に当てられたユダヤ人は、全員が処刑された。百四十三年秋。 フランツは北部イタリアに転属しパルチザン総統とユダヤ人狩りを担当した。その後、鉄道の警備担当者になり終戦を迎える。戦後、アメリカ軍の捕虜となったが、捕虜収容所から脱走し、デュッセルドルフに帰り、再びコックとして働くようになった。しかし1959年12月9日に西ドイツ司法官権に拘束されて収容所で、 行った行為について裁判にかけられた。家宅捜索により美しい日々と題されたトレブリン家時代の写真アルバムが証拠品として押収されている。1965年に終身刑判決を受けて投獄された。1993年になって健康状態を理由にして釈放され、1998年ブッパータールの老人ホームで死去した。84歳ボーツ。 ありがとうございます。